同人だけでもなんか400万ぐらい稼げるとか。400万。こんにちは。やべ、勝てない。どうもマイキーです。今日もマイキーさんが来ました、はい、ありがとうございます。特別にゲストがいます。ゲスト、イラストレーター、うん、ディレクター、うん、いろいろやってます。アーティストトニー、活動している漫画アシスタントに、はい、どんな漫画が日本で流行っているんですか？割と根強く流行ってるのはサバイバル系の漫画とか、デスゲーム系の漫画とかがありますね。まあでも最近は少し落ち着いてはきましたけども、そういう漫画が未だにやっぱり人気はあると思います。特に何か理由ありますか？うん、どうなんでしょうね。ただキャラクターがいっぱい出るから、それぞれいろんなキャラクター、感情移入しやすいキャラクター探してるのかなって気はしますけど、共感できるキャラクターが選べるというか。ああ、じゃあデスゲーム漫画も結構アイドル文化に近づいたんですか？そうそう、アイドル文化。やっぱりそういうことですね。キャラクターがいっぱいいる方がいいですね。と、まあ自分がその中にいるような感覚で見れるから、そっちの方が。キャラクターとか何かスタイルが最近流行ってるスタイルありますか？なんかすごいリアルになってるとか、ね、すごい萌えになってるとか。気になるですね。萌えになってる。萌えかわいい。キュン。もう形になってないスライム系な。あ、なんかこれがめちゃくちゃっていうわけじゃなくて、なんか今たくさん作品があるので、うん、なんかそのこれが一番すごいですみたいなことは最近あんま感じないですね、僕はですけど。なんでかな。そうそう、なんで、まあ、単純に本当に作品がたくさんあるっていうことと、多分好きなものが細分化されまくってるから、あ、その集中しやすくないというか、いろんなところにみんな手出してるっていう感じが。まだ連載されてない人がすごい漫画を作って、誰かなんか出版社連載してほしい。別にスタイルを考えて作る必要はない。一応スタンダードのやり方としては、自分が書いて出版社に持って行って、まあ、見てもらって、よければそのまま担当さんついてもらって、編集さんついてもらって、でやり取りして、いい作品書いて、会議に出してっていう段階を踏んで連載になるのが、まあ一応スタンダードな形なんですけど、現在ではSNS とかに自分でも漫画上げて、まあ別に原稿で完成させてなくても、ネームっていわゆるその鉛筆書きみたいな状態でも上げて、いわゆるバズるというか、出版社の方から声がかかって本出しませんかとか、もう逆になったんですよ、うん、スタイルもあります。音楽もこの感じです。じゃあ会社が個人の人気に乗る、まあ、簡単に言えばそう。当たるかどうか分かんないやつを頑張って作って出すよりは、うん、ある程度も客が見込めてるなっていうものに手を出した方が、あ、まあ、商売としてはやりやすいというか、そっちの方がちょっと安全ですね、はい、うん、まあ、間違いなくお客さんはいるんで。最近いろんな今漫画を描いている人に会って、はい、どこで読めますかって聞いたら、よくこういうLINE 漫画とかアプリとか、はいはい、そういうところを狙ってるんですか？そのさっき言った話とも少し関係あるんですけど、その出版社でやるっていう流れでは、やっぱりその書いて編集さんとやり取りして、いい悪いを一回判断して、会議に出して、で会議で OK だったら連載するっていう過程が長いんですよね。だからそれでダメだった場合って、下手したら、何ヶ月とか何年ロスっちゃう、まあ、手が早かったり数を量産できる人だと、それはそれでやりつつ、自分でもネットに好きなのをあげたりしつつで、いくつかその窓口を作ってやるとかいうことがあるかなって感じです。あ、じゃあ別になんかもう紙の文化がもう死んでるから、もうデジタル配信を狙ってるわけは特にない。まあ、そこまで顕著ではないですけど、ただ前に比べるとデジタルの人は増えたなって感じはします。スピードかな、はい、もありますし、紙だと結局ロスが出ちゃう。その1万冊吸っても、例えば7000ぐらいしか売れなかったら3000はロスになっちゃうけど、デジタルだとロスがないので、確かに出版社的には本当はそっちの方がありがたいんですけど。なるほど、安全。あ、まあ安全ですね。まあまあ安全。漫画が安全って言えるか。顔の作りなんだけど、目が大きい方がベティ・ブープみたいな、ベティ・ブープマイティ・アトム的なスタイルがいいか、リアル。そうですね、なんか絵柄に関しては流行りとかあるのはあったと思うんですけど、昔ほど顕著じゃないかなって気はしてて、まあ昔の漫画で目が極端に大きいやつっていうのはあったんですけど、今は
なんかその漫画の内容とか雑誌のお客さんの好きな絵柄とかもあるので、本当に個性的な絵で描かれてる人もいるので、あんまり僕自身はこれがめっちゃ流行りだみたいな絵柄で感じてることはないですね。なんか昔の漫画60年とか70年代を見て、はい、あーすごい古っぽいって言える。あ、古いで、もう今の時代の漫画を見たらなんか多分カテゴリーに入れられないそれぐらいの大枠で差別化するとしたら、まあ、昔の漫画の方はあの線が太くて、そうですね、あと掛け線とか描線っていうあの影の線みたいなやつとかもいっぱい入っててっていうのになってくるとちょっと古さを感じる。最近のやつで言うと青年誌は斜線とか入ることもあるんですけど、例えばキングダムとか、うん、でもまああんまりそこまで細かい線を入れたりするよりはトーンワークとかでやった方がまあライトで軽めに見れるし、あの青年誌とかよりは少年誌の方はそっちの方が多い気はしますね。トーンとかでやっちゃう方が。やっぱり僕は最近デジタルばっかりから、はい、大体なんかデジタル or traditional。 アシスタントで働いてる時はアナログの職場で、自分の仕事はデジタルでやったりするんですけど、どっちが多いかって言われると今そんな半々ぐらいかなって感じはします。10代とかになると逆にデジタルの道具揃えるのにお金がかかるんで、うん、アナログでやっちゃってるけど、例えばお金が稼げるようになってくるとデジタルに変わって、あと逆に年配の方だと今からデジタル打つの大変だっつってアナログのまんまの人とかいるんで、あんまりなんだろう極端にどうってことはないかな。ただまあ僕はアナログの方が好きではあるんですけど、うん、あの作品をたくさん量産しないといけないちょっと時代で、うん、何が当たるか分かんないし、あのたくさん書かないといけないっていう意味ではデジタルでやった方がいいとは思います。うん、はい、単純に若い人だったら絶対デジタルだと思ったでもやっぱりそうですね、まあ、高いし、そうですね。でもまあなんかショーとかでスマホで漫画描けるやつがあって、それでショー撮った人とかもいるみたいなんで、スマホで描いた漫画がショー撮ったこれやばいっていう話も聞いたんで、ね、まあそれちょっとちゃんとチェックしないと分かんないですけど、本格的に漫画家として始まらない状態だったら別にそのデジタル機材がなくても、まあ、アナログで描いてもいいしスマホで描いてもいいしっていう気がします。はい、何が今流行ってるを考えて真似したら絶対 いけるわけはないよね。今流行ってるとかこれが今人気あるなっていうやつをやると、一定数は稼げると思うんですけど、めちゃくちゃ売れるみたいなやつはなかなか難しいんじゃないかなっていう感じがします。食事系というかそういうやつも流行ってはいます。食事系、はい、なんかダンジョン飯とか毒通でモンスターをモンスターだけで食べていけるかというような、うん、まあなんかそうあるんですよ。だからまあ流行りに乗っかれば一定数は稼げるけど、めちゃくちゃ飛び抜けて売れるっていうのはあんまり見たことないかなっていう。はい、海外でやっぱりあのセルフパブリッシングとかすごく流行ってる、はい、自分でなんか漫画作る、でも日本あんまりないですね。あ、個人でやるのはあんまりないんですけど、ただ同人誌っていうジャンルに関しては出版社ではなくて印刷所に自分で出して製本して作るんで、それはできるのはできるんですよ。ただその日本国内だけでの話で言うと、出版した時にその宣伝力が個人だとないので、うん、あの出版社とやった方がそこは強いっちゃ強いんですよね、国内だと。ただまあ自分でやるとあとは税金とかも全部自分でやらないといけなくなるんで、うん、リスクヘッジとかもあの個人でやらないといけなくなるんで、その漫画の世界に入ってきてる人ってそもそもあの働いた経験があんまりない人が多いですよ。あのバイトぐらいやってもバイトぐらいで、社会人経験とかなくてそのまま漫画に没入してきた人多いんで、うん、そういうなんか社会的な、対応というか税金のこととか法律のこととかあんまり詳しくない、うん、だから個人でやっちゃうとまあまあ危ない時もあるなって気はしますね。なのでやりづらいっていうところもあります。生活、はい、なんか上陣誌だけ書いてコミケットとか、はいはい、というイベントで売ってそれだけでなんか生活できるんですか？僕の本当に知り合いに一人いるんですけど、あの同人誌でめちゃくちゃ売れて家と車を買った人がいます。感動。え、書きます。ちょっと待って。同人誌っていうのって、まあ、オリジナルもなくはないんですけど、基本的には二次創作って言ってメインの作品があってそれを趣味で広げてるやつなんで、逆に言うと流行りが終わっちゃうと、あ、そう、収入は減っちゃうんで永遠に続くわけではないんですね。そうですね、はい、自分の
運命をコントロールができない。そうできないです。でもそんなに多くいないんですか。ああまあ例えて出したら人っていうのは多分相当ハイクラスな方になると思うので、多くはないと思うんですけど、ただまあコンスタントに売れてれば年で同人だけでもなんか400万ぐらい稼げるとかはいるっぽいですね。すごい。チキチキチキ。なるほど。チキチキ。お金考えたらもう暴騰しちゃう。まあでもあくまで成功例で、もちろん全然稼ぎになんないわって人も全然いるので。ですよね。はい。そうすると趣味としてやらなきゃいけない。そうだし、一応同人誌的にはやっぱ好きでやってるのがメインだから、お金を稼ごうっていうスタンスでやってるものではないので、そこら辺はちょっと違う、スタンスが違うかなって気がしますね。商業とかっていうよりはっていう。あとは最近、まあ、特に今年、はい、マーベル的な映画がすごい流行っているからアメリカのコミックなんかスタイル的にすごいリアルような映画多いので、そういう影響も何かありますか。いやどうですかね、もうマーベル作品の影響を受けてるとかっていう作品を見たことはあんまりない。私もあんまりないんですね。マーベルは僕好きですけど、そんなにうん、すごいいいコミック作ってるけど、日本はなかなか流行らない。アメコミ系の絵だと結構リアルなんで、日本の漫画文化に触れてきた人の趣味にあんまり当たることがないかな。一部の、ね、作家さんとかですマーベルとかすげえ好きな人はいるんですけど、じゃあその自分が描く作品にそれを落とし込んでやろうという人はあんまりいないですね。ちょっとはいるんですけど、でもちょっとアメリカインディー系、例えばダークホースコミックスのヘルボーイとか、はいはい、すごくユニークな絵描くのスタイルとか、それもダメですか、はい、日本人って結構保守的、新しいものに手を出すってことがあんまりしない、昔からあるものを好きとか、冒険とかはあんまりしないタイプなんで、そのアメリカのコミックはアメリカのコミックで、自分たちの漫画は自分たちの漫画で、そっちに慣れてるから、そういい悪いっていうよりは手を出しにくいというか、性質的にって感じなのかなって気がしますね。最初から漫画作るんだったら個性的なスタイルを作っても、まあ安全の方が多分もう日本人が買いそうな漫画、そうですね、スタイルちょっとだけそれ入れた方がいいですね。絵活をちゃんとしたいって思うんだったら、ちゃんと流行りのリサーチもして絵柄も考えないといけないんですけど、別の仕事漫画じゃない方がまあそれ言っちゃうとちょっとあれなんですけど、ね、じゃなくて、ね、漫画描くのってモチベーションがそれぞれあると思うし、例えばどうしても自分の絵柄で自分の話でやりたいっていう人はもちろんリスクはあると思うんですよ。それが受けなかったらもうどうしようもないし、でもそれでもやりたいんだったらそれでやっていけばいいと思うし、単純にやっぱり稼げないと意味がないと思うんだったら流行りを調べて絵柄も考えてやっていいと思うんです。海外のスタイルと日本のスタイルは違うんだけど、もし語りたいストーリーがあるから、はい、何か日本人がイラスト描いてもらって、でそういう風にやりたいっていう話はあんま聞いたことないですね。もしまあいたとしても、例えばじゃあなんだろう、国民性とかなんかその生活習慣とかみたいな、その染みついてるものが違うから、こういうストーリー書きたいって言われてもニュアンスが伝わらない可能性があったり、作りたい人の話を聞いて日本的に変換させちゃう可能性はあるので、 その通りにできるかちょっと分かんないなって気がします。やっぱり日本人が理解できそうな、共感できるストーリーも、ストーリーも大事っていうか、ストーリーはやっぱり大事ですね。そうですね、なんかヒーローものに行けば多分ある程度は共感できると思うんですけど、マーベルとかでも世界ではめっちゃ受けたけど日本人にはいまいちだったなって作品もあったりするんですよ。だからそういうのが多分差があると思うんで、すごい個人的な趣味だけど、ストリートファイター いっぱい見ている、トキロという人と梅原大吾という人が戦って、結局一人が負けたらすごいショック受けた。おみんなすごいコメントは全部アニメ is real アニメ is real やっぱり日本はそういう、勝っても成功できてない悔しさとか、すごい日本人的なストーリー、日本がくれたもの、そう日本がくれたもの、そうだね、それは知らなかったです。じゃあ今から初心者、なんか自分の漫画作って連載してほしい
っていう人はツイッターでもやっぱり、やっぱり自分で人気になってもそういう道もあるらしい。そうですね、可能性としてあるっていう。全然インスタとツイッターどっちがいいと思う？日本はまだやっぱツイッターの方が多いんですけど、でも海外の方はインスタの方が多いらしい、多いですという話を聞くので、それは気になる。そのまあ日本に限らず活動したいと思うんだったら、まあインスタにも上げていいんじゃないかと思いますけど。あの海外で DeviantArt っていうサイト、あのすごい Pixiv に似てるサイトがあるんですけど、 Pixiv にアップしている漫画とかイラストはそんなに、なんかいいねとかその回数はそんなに高くない Twitter に比べて、うん、Pixiv 的なサイトはどれくらい SNS としてなんか見られてるんですか？ Twitter とかフォロワーは強くないし、ないけど、そのイラスト、例えばイラストを募集したいとかイラストを描く人を探したいときは Pixiv とかから探してくるみたいな話は聞けますけどね、うん、漫画というよりは。じゃあ漫画なら多分 Twitter ですよね。日本だとそうかなって感じ。LINE とか、あれ LINE でシェアとか誰かのホームページになってるシェアできる、うん、できなかったらもう友達だけ友達しか見てくれない。まあ私の漫画は友達でも見てくれないし。アメリカでよくなんかバットマンが死んでも結局まあバットマンが死んだらビジネスにならないから生き返らせることが多いけど、日本はそういうコミックは逆に多分、まあ、そのなくはないですけど、まあなんとか塾っていう漫画とかだと死んで空のところに顔が出て忘れ猫みたいな感じになるんですけど、後でバーンって助けに出てきてたりするのもあるんですけど、ただその死ぬってのって結構その感情を動かすじゃないですか、うん、でも出てきちゃうと死んでないんかいって、うん、あの感動返せやって思う気持ちもなくはないんですよ、うん、でそれを繰り返しちゃうともう飽きられるんで。なるほど、アメリカは逆飽きない。なんか私もバットマンのコミック書きたい人がいっぱいいる。20年かけたってもやっと私もバットマンのストーリー書いてる。日本人は自分のキャラクターをなんか生み出したいよ。まあそうですね、あのリバイバルというかそのリメイクとかもやりたい人はいると思うんですよ、めちゃくちゃ好きな作品だと、うん、だけど結局なんというかその人以上にはなれない感覚になっちゃうのもあるかなっていう、結局その人のがあるから自分のがあるっていうのはありがたいんだけど、その漫画家の人ってやっぱり全員じゃないとは思いますけど、自分の作品で上に行きたいっていうのが根底にある。やっぱりアニメ is real! アニメ is real, folks! そんな感じで、まあ、ということでということでということで、はいはい、漫画家になりたい人はすごい道がいっぱいあるし、まあ、ありますね、はい、だから漫画描いた方がいいですよ。まだ見たことがないキャラクター、うん、作ってください、はい、待ってます。応募してくるんですよ。あの Twitter にアップして私無料で読みます。ああいいですね。よくない。ありがとうございます。ありがとうございました。急に終わりますね。そうそうそんな感じ。お疲れ様です。